エドワード・セント・オービンはイングランドの作家、ジャーナリストで代表作にハンジ・ジョデン的小説パトリック・メルローズシリーズを持つ。2006年には同シリーズ第4作のマザーズ・ミルク・マザーズ・ミルクでブッカー賞にノミネートされた。セント・オービンはロンドンで上流階級の家庭に生まれ、父は元軍人で下界のロジャー・ジェフリー・セント・オービン、母は 彼の二番目の妻である、ローナ・マッキントッシュであった。彼はセ、戦闘ン順断尺家のエドワード戦闘ン,ン初代、順断尺のヤシャゴに当たるが、初代順断尺は、ジョン戦闘ン,ンの長男である。父の前妻は、ザルツブルク・ミラベル宮殿のゾフィー・ヘレネ・ホンプトン、男尺夫人であったが、1957年に、離婚している。母方の祖父は、シーホース・ハイランダーズ所属の、 アラステア・ウィリアム・マッキントッシュ大儀で後に、フロリダ州、パームビーチに移住しているほか、母方の祖母リラ・エメリーは、ニューヨークの女子相続人で、シンシナティの実業家、ジョン・ジョ・サイア・エメリー・ジュニアの娘であり、兄弟には、ジョン・ジェエメリー・ジュニアとオードリー・エメリーがいた。彼女は後に、タリーランド・トディ・ノコーと結婚し、フランスのサンブリス・スー・フォレに移住した。アリステア・マッキントッシュは、インバネス出身で、 1926年から1927年にかけてアメリカの無声映ガスターであるコンスタンス・タルマジと結婚していた。戦闘便本人には姉アレクサンドラと父親の最初の結婚で生まれたイボ姉が二人いる。彼は家族が家を持っていたロンドン・フランスの双方で育った。自身の幼少期に関しては5歳から8歳にかけて父親に 自動性的虐待を受け、母親もこれに加担していたことから、不幸せなものだったと解雇している。ウェストミンスタースクールに進んだ後、1979年には、オックスフォード大学のキーブルカレッジで英文学を学んだが、大学在学時代には、ヘロイン中毒に陥った。25歳で、心理療法と出会い、その後プロの分泌家になった。 1987年から1990年にかけては作家のニコラ・シュルーマンと結婚していた。二人の子供がおり、ロンドン在住である。彼の代表作でもあるパトリック・メルローズシリーズはネバーマインド、バッド・ニュース、サム・ホープ、マザーズ・ミルク、アット・ラストの前後間からなっている。前4作は最終作、アット・ラストの観光に合わせ、2012年に それぞれ一環として再発行された。作品は筆者自身の人生を下敷きにしており、崩壊しかかったイングランドの上流階級の家庭を舞台に、両親の死、アルコール依存症、ヘロイン中毒とそれからの回復、結婚や親としての生活などを描いている。作品は幼少期の逆境がいかにして心理的健康を損なうかを力強く探索した作品と評されている。 第4作、マザーズ・ミルクは2012年に長編映画化されたが、脚本は戦闘瓶自身が執筆し、ジェラルド・フォックスが監督した。作品には、ジャック・ダ・ベンポート、エイドリ・アン・ダンバー、ダイアナ・クイックが出演したほか、マーガレット・タイザックの遺作となった。2018年には、ショータイムとスカイ・アトランティックの共同事業により、前後話のミニシリーズ、 パトリック・メルローズとして映像化された。ベネディクト・カン・バーバッチが主役、制作葬式を務め、1話につき原作の一巻を映像化する構成となっている。シリーズは2018年5月12日にショータイムで初放送され、好意的な評価を得た。この年のテレビ番組を対象としたバフタテレビ賞では、最優秀ミニシリーズ賞と主演男優賞を獲得した。 ありがとうございます。